ここからヤマハカレットオープンクラスの予選ヒートを進めてまいりたいと思います。それではスターティンググリッドをご紹介してまいります。ボールポジションからのスタート、ミスソロ PWG レーシング21号車阿部瑠衣です。開幕戦優勝のドライバーがこの予選ヒートポールカーのスタートとなりました。そして2番手グリッドカーのスタートはゼッケンナンバーは30番テコルソの辰巳ホワイト。今回 NTC カップは初レース、そして日本では初レースということです。アメリカではねレースを出ているということですので今日の楽しみとなります。そして3番手グリッドカーのスタート、ゼッケンナンバーは58番 RF 青山安藤海斗です。そして4番手からは22号車フラックスモータースポーツ宇井流星。以上4台で NTC カップシリーズ第3戦ヤマハカレットオープンクラスの予選ヒート、周回数は8ラップにて行ってまいります。4台のマシンがコースに飛び出していきました。まずは本日2周でヒーティングラップ、そしてフォーメーションラップとして2周目でスタートを決めていきたいと思います。カレットオープンクラスポールポジションからのスタートとなります阿部瑠衣、開幕戦は優勝、そして第2戦は表彰台ながら第2位と悔しい思いをしました。その時に優勝しました坂野大元は今回残念ながらレースには参加していないんですが、お手伝いとしてこの新東京サーキットのコースには来ているのを伺いました。さあそんな阿部瑠衣、今日も今年2戦目のこの NTC カップ優勝を目指していきたいところです。他サーキットでも精力的に走っているドライバーで、もう表彰台そして優勝常連となってまいりました阿部瑠衣。さあ今日もこのままボール 2B を持っていくことができるか。そこに今回飛び込んできたのが初参戦の辰巳ホワイトです。アメリカでの、ね、レースはしているということですので、そんなアメリカ仕込みのレースがどんな風に、この日本のレースに出てくるのかというところが非常に楽しみなところとなります。ここで隊列を整えていきたいところですが、さあ先頭の2台ペースを落としていけるでしょうか。ここでペースを落としていきました。後ろもなんとか隊列ロックをしていきます。2022年 NTC カップシリーズ第3戦ヤマハカレットオープンクラスの予選ヒート、隊列が立ち上がってまいりましたが、ここは隊列揃わずスタート、やり直し、スタートはやり直しです。フロントローが揃っていなかったか。先頭のアベレーが少しペースが速すぎたということで、もう少しペースを落としてスタートしていく必要があるという判断のようです。初日本は今回初参戦なんですけれども、やはり離れしているのか、かなり落ち着いたマシン運びのように見えます。さあ阿部瑠衣ももうこのボールポジションフロントローのスタートというのはね、かなり経験を重ねてきているところではありますが、少し気持ちが流行ったか。今度こそペースを落として、そして加速していくというローリングスタートを決めていきたいところです。現時点では雨は止んでおりまして、それでも各コースコーナーはレコードラインが濡れている状態、その難しい状態でカレットオープンクラスの予選ヒートが行われていきます。隊列コリドーラインに収まりまして、さあ予選ヒート、レッドシグナルはブラックアウト、レーススタート。さあちらりと横を振り返りました阿部瑠衣、落ち着いて1コーナー飛び込んでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ここはオーダー変わらず今1コーナー立ち上がっていきました。阿部瑠衣が後ろを引き離し始めましたでしょうか。今3コーナーから4コーナー抜けて、阿部瑠衣が2番テイクを引き離しながら各コーナー立ち上がっていきます。
急な雨のコンディション、それをピタッと合わせてきたでしょうか、それともこの難しいコンディションにドライバーがアジャストしていけたでしょうか。阿部瑠衣が後ろを引き離しながら今オープニングラップ戻ってこようとしています。さあモナコのライン取りそうですね。確かにこれカツホワイトは当然この新東京サーキットの雨レースは初めて、というかそもそも雨のコンディションを練習しているかも怪しいところになりますので、ラップ距離を探りながらとなっているようです。一方阿部瑠衣はもうライン取り、ミスターのライン取りからに決めていきたいと走っているように見えます。やはりその差が出ているか、辰巳ホワイトもライン取りを探りながら走ってはいますけれども、なかなか先頭の阿部瑠衣には追いついていかない。そして安藤海斗と運優生が3番手4番手ということで、今3番手争いをしております。6コーナー運優生が飛び込むが、ここはかわしていきました安藤海斗。しかしモナコでこのオーダー入れ替わるか、ここは安藤海斗が瀬戸を守るが、運優生が1コーナーのインが飛び込んでいく。これで3番手のオーダー入れ替わるか、いやしかし立ち上がりのラインが難しい。このコンディションですとレコードラインがやはり乾いていて、そして飛び込んでいくラインはグリップが効かないということになりますので、飛び込んではいいもののマシンが思うように止められない、そんな状況も出てくるかもしれません。さあそんな難しいバトルを今繰り広げていますのが、現在3番手4番手の安藤海斗と運優生です。今安藤海斗が3番手はキープしております。さあ先頭の阿部瑠衣は今最終コーナー立ち上がってまいりまして、これで3ラップ走行終了、4ラップ目と走り入ってまいりました。レースは8ラップで行われていきます。残りは5ラップ、3番手争いは引き続きデッドヒート、ウイリュウセイ果敢に仕掛けていきますが、なかなか前に出ることができません。さあ先頭は阿部瑠衣、阿部瑠衣が現在タイムとしては56秒7というタイムが出ています。そして2番手の辰巳ホワイトが57秒4ということで、この時点でベストラップ1秒差近くあるということになりますので、かなり難しい、追いかけていくのは難しいことになりそうです。ホームストレート走っていきました。ウイリュウセイが1コーナーインが飛び込んでいく。アートガイドはこれ冷静にアウト側で自分のバックペースをキープしていく冷静な判断で、なかなかウイリュウセイは前に出ることができません。この2人のタイムはかなり拮抗しているということなんでしょうか。先頭の阿部瑠衣はもうここまで来ると逃げ切りでしょう。もう折り返し後半戦に入っております。そして2番手の辰巳ホワイトも前後はかなり離れている状況、もうこのまま走り切るだけ。ただこの難しいコンディションですから、あっという間にねコースアウトするということもありますので、まずはコース上にとどまること、それがあとは3周重要に。あっと今モナコで1台マシンがピン、ウイ・リュウセイ、これは接触はなかったように見えますので単独でしょうか。果敢に攻めていきましたウイ・リュウセイ、モナコでここは飛び込み損ねました。これで3番手4番手もマージンが開きまして、3番手が安藤海斗、そして4番手がウイ・リュウセイとなりました。安藤海斗は昨日は
雨コンディションのため練習しなかったということなんですが、ちょっと今日のこのまさかの予選ヒート、ウェットコンディション、練習すればよかったなというところあったかもしれません。それでも3番手は冷静に守りきりました。これで先頭の阿部瑠衣が戻ってまいりまして、残りは2ラップ となります。阿部瑠衣は着々と自分の自己ベストを更新していきます。現在56秒354。に向かうところ、これが現在の先頭、ベストラップとしてもレースファーストテスト56秒354です。2番手の辰巳ホワイトと3番手のウィン・リュウセイはベストラップは57秒台ということで近いんですけれども、すでにその差は大きく開いております。さあ、これで阿部瑠衣は戻ってまいりまして、ファイナルラップへと入っていきました。阿部瑠衣はこれでファイナルラップへと入っていきました。続いて辰巳ホワイトもファイナルラップに入ってまいりました。その後ろからウイ・リュウセイ、そして、あ、ごめんなさ い安藤海人とウイ・リュウセイですね。安藤海人が3番手、ウイ・リュウセイが4番手のままで、オーダー変わらずファイナルラップへと入ってまいりました。 NTC カップシリーズ第3戦ヤマハカデットオープンクラスの予選ヒート、ボールポジションからスタートの阿部瑠衣が後ろからの追随を許さず先頭ぶっちぎりで今戻ってまいります。ライン取りも難しいこのだんだん乾いていくコンディションで見事トップで戻ってまいりました阿部瑠衣です。そして2番手には今回この雨レース日本では初めてのはずの辰巳ホワイトが2番手チェッカーです。そして3番手、4番手、ウイ・リュウセイがかなり近づいてきてはいますが、なんとか安藤海人が守りきりそうです。ウイ・リュウセイあと1周あったら分かりませんでしたね。さあ、しかしここで3番手は安藤海人、4番手にウイ・リュウセイとなりました。